三菱、ランサー三菱、ランサーエボリューションランサーエボリューションは、三菱自動車工業が生産、販売していたセダン型、およびステーションワゴン型のスポーツカーである。ランサーエボリューションは、5ナンバーサイズセダンランサーの車体に、ギャランの 2000cc ハイパーアターボエンジンを搭載し、世界ラリー選手権における、ホモロゲーション取得のために限定生産販売された、スポーツモデル。 1980年代の WRC のグループ B カーの規定において、市販車のベース車両に車両規定範囲内で様々な改造を施し、再度、ホモロゲーションを次の年に取得しデビューさせる際、20台の生産でエボリューションモデルの認定をしていた。グループ A では500台の追加生産でエボリューションモデルとして公認することができたが、それはベース用車両のみで、 ラリー用車両では、エボリューションモデルは認められていなかった。この車の故障は、三菱、ランサーエボリューションであるが、厳密には、エボリューションモデルでなく、公認申請をするたびに2500台を生産、販売していた。2001年の WRC 規定の変更モンランサー GSR のエボリューションモデルである、認定は得られなかったものの、社名はそのまま都市グループ n あるいは他の、 モータースポーツカテゴリーでその存在感を示した。また、エートからは日本国外へ正式に輸出が開始されるなど国内外における三菱自動車のイメージリーダーの一つとして捉えられていた。実際の販売では一般販売車両同様に快適装備を備えた GSR と競技ベースのモデルでエアコンや電動ミラーやラリー競技向きではない電子制御を取り除き 最低限のブレーキにした RS の2グレードで展開されている。通称ランウェボ。ただ単にエボと呼ばれたり、モデルを明確に識別するためにエボと呼ばれることもある。ワイルドスピード X2 で動車を指すシーンにおいては、言語では単にエボと呼ばれていたが、日本語字幕ではランウェボとされており、日米での故障の差が伺える。ヨーロッパ圏では、 WRC の故障が浸透しており、エボだけでは、むしろたくさんあることになり、単にランサーと呼ばれることも多い。エボ i 3、エボ4、6、エボ7 9 X で、それぞれ基本となる車体が異なっており、第1世代、第2世代、第3世代、第4世代という故障がされる。日本国内外で、走行性能などの評価が高く人気があるため、 車両盗難に遭う例が多く、エボエイト以降のモデルからはイモビライザーが標準装備された。熱狂的なファンがいることからカルトカーなどと称されることもあり、市場ではプレミアム価格で取引されることがある。2021年に英国で行われたオークションでは、ランサーエボリューション6トミー巻年エディションが歴代最高額となる10万100ポンドで落札された。 これは2017年に米国で落札されたランサーエボリューション級の9万9000ポンドを上回る額であり、ランサーシリーズの取引額としては世界新記録となった。1992年9月発売、形式名 ECDQA、通称エボアイ。キャッチコピーはスポーツセダンの最高位へ、シリーズ初代モデル、 競技ベース車の RS で 1170kg の軽量ボディに 250PS のエンジンを搭載し、当時の一般販売車両として異例のパワーウェイトレシオを示す車両であり、この数値は GT-R をも凌化するものであった。WRC の出場資格を取得するため、ランサー 1800GSR をベースに E39A 型ギャラン VR-4 の 4G63 型ターボエンジンとドライブトレインを移植されて開発された。ボディはランサーシリーズ中で最も剛性の高いボディを使っていた中近東向けのタクシー専用車両にスポット増しを施しバルカヘッドから前をほとんど変更してエンジンを積んだ。しかし元々開発期間が1年ほどしかなくしかもタイヤサイズについてベース車両のサイズが基本とされたため 1>, 1インチのサイズアップが限界であった。結局国際自動車連盟のホモロゲーション取得のための間に合わせ感が強く、また十分な走行テストを実施できたとは言えずに発売されたため異常とも言えるフロントヘビー傾向を持ち、さらに 4WD に見られるアンダーステア傾向が強く不評であった。生産についてもホモロゲーションのためであり、 そういった販売に疑問が残るような車両であったこともあり、テレビ CM や店頭での告知などは一切しなかった。2500台の限定車で積極的にディーラーで紹介されない販売姿勢だったにもかかわらず、発売開始わずか3日で完売した。それを受けて2500台が追加販売されたが、それでも注文をさばききれず、最終的には7628台が、 販売された。なお、社名の候補として、他に、ランサーターボ、ランサーレボリューションなどが挙げられていた。また当初は一台限りの限定モデルの予定だったため、社名は、ランサーエボリューションアイではなく単に、ランサーエボリューションと呼ぶのが正しいが、2の発売以後は、三菱の社内でも、正式に、エボアイが、略称となった。用意された、ボディーカラーは、 スコーティア・ホワイト、グレース・シルバー、コルトン・レッド、ピレネー・ブラック、サンタムール・グリーン。W.R.C. グレーン、A. に、ワークス参戦したのは1993年代1戦。ラリー・モンテカルロから1994年代3戦。サファリ・ラリーまでの8戦で、初戦では、ケネス・エリクソンが4位入賞。最高順位は1993年代13戦。 ラックラリーと1994年第3戦、サファリラリーの第2位であった。1994年1月発売、形式名 ECQA、通称エボ2キャッチコピーは、またも、最強へと進化を遂げた。全モデルの問題点を洗い出し、時間をかけて走行テストして、大幅に改良した。不評を買った足回りを、メンバーごとすべて変更し、 炭造スチールロアアームなどの採用、ホイールベース及びトレッドの拡大をした。ボディ剛性の向上、ミッションのローギアード化、リアに機械式 LSD の採用、タイヤサイズの適正化、エンジン内部と球配気の改良などが行われ、出力は 260PS に向上した。外観に大きな変更はないが、走行性能は大幅に改善された。 もともとラリー及びダートトライアルなどのアクロでの競技場面を想定した車両であり、グラベル用ラリータイヤが15インチまでであったこともあり、ブレーキやタイヤは大型化されなかった。しかし、ターマックラリーやサーキットにおいては、出力に対して、ブレーキやタイヤの容量が不足する傾向が強い。これは、エボ3とエボ4でも同様であった。後に、 エボブリで大幅なタイヤサイズの拡大とブレーキの強化が行われこの問題は解消し、舗装路でのアマチュア競技などでも好成績が見られるようになった。用意されたボデーカラーは、スコーティアホワイト、クイーンズシルバー、モナコレッド、ピレネーブラック、ムーンライトブルー。WRC グレーン A21994 年代5戦、アクロポリスラリーから1995年、 第2戦、スウェディッシュラリーまでの5戦に参戦し、1995年、第2戦、スウェディッシュラリーには、ランサーエボリューションシリーズとして初優勝を飾った。1995年1月発売。形式名、ECQA。通称、エボ3キャッチコピーは、進化は、止まらない。エボ2の基本車体構造には変更なく、 エンジンの冷却性能や空力性能の向上のみを目的に開発された。市販車では異例の大型のリアウィングや開口部の大きいフロントバンパーを備える。外装だけでなくエンジンにも改良が加えられ、出力を 270PES まで向上させた。しかし大幅な出力向上のため、比較的高い圧縮比を採用した結果、少し、 ブーストアップするだけでもヘッド抜けなどのトラブルが発生しやすくなった。対策として、エボ2のピストンを流用し、圧縮比を下げ、カムシャフトを交換することで、オーバーラップを大きく取って、圧縮圧力を逃がすなどをする場合もある。エボアイや、エボ2と比べ派手なエクステリアで、第一世代の完成型といえるモデルであり、WRC で初めてチャンピオンを取った車両でもある。ことから、 歴代ランエボの中でも一定の人気がある。エボ3からターボラグの解消を目的として、二次エア供給システムが搭載されている。しかし、WRC での使用を目的としたシステムであり、WRC の規定上、市販車にも同様の機構を搭載する必要があるため、搭載されたもので、市販車ではほんのわずかしか動作しないように設定されている。 体型タービンを搭載するエボスリ3には特に有効なシステムであった。用意されたボデーカラーはスコーティアホワイト、クイーンズシルバー、モナコレット、ピレネーブラック、ダンデライオンイエロー。WRC グレーン A 2 1995年第4戦、ツールドコルスから1996年代9戦、ラリー、カタルーニャまで14戦に参戦し、1995年、 第4戦ラリーオーストラリア、1996年、第1戦スウェーディッシュラリー、第2戦サハリラリー、第5戦ラリーアルゼンチン、第6戦センコラリー、第7戦ラリーオーストラリアで優勝した。なお、1996年には、トミ・マ念が、自身初のドライバーズタイトルを獲得している。またグループ N では、グスタボトレレレスが王座を獲得している。 九百九十六年八月発売。形式名 ECNQA。通称エボフォー。キャッチコピーはランサーの走り、ここに極まる。ベースモデルのランサーが前年にフルモデルチェンジしたため、ボディを新型に刷新した。同時に、第一世代に対しエンジン搭載方向を左右反転させ、トランスミッション内部に設けられていたインターミディエートギアの廃止により、 駆動ロスを軽減し、レスポンスに大幅な向上が見られた。また、リアにマルチリンク式サスペンションの採用により、路面追従性の向上が見られた。本モデル最大の特徴は、GSR に搭載された左右の後輪への駆動力を変化させ、旋回性を向上させるアクティブ、要コントロールである。AYC の採用により、EVO3 に比べて大幅に旋回性能を、 向上させた。しかし、エボ法に搭載された AYC は、比較的完成度が低く、異音が発生するトラブルが多発した。対策として、AYC の作動油の交換や、AYC の調整を行うことで一時的に異音をなくすことができたが、根本的な解決にはならなかった。そのため、HKS 関西などによる、社外品の LSD へ変更する事例がよく見られた。 競技用途では、フロントに、ヘリカル LSD リアに1.5ェイ解し式 LSD が装着された RS が用いられた。エンジンは単造ピストン、ツインスクロールターボの採用、PCCS 及びタービンのノズル面積アップ、ブースト圧のアップ、高速型カムプロフィールの採用により出力を、当時の自主規制値いっぱいの 280PS まで向上させた。しかし、 本モデルのピストンは、下級圧の上昇時に棚落ちなどのトラブルが発生しやすかった。エボ V では再び中造ピストンが採用された。エクステリアは、エボ3でリアウィングを大型化した結果、前後の揚力バランスが取れなくなったため、バランスを見直して小型に設計されている。これにより、フロントゼロリフト、空気抵抗係数0.30を実現した。 歴代のエボ同様に限定生産という形を取ったがセンセーショナルな形が人気を呼び歴代モデルの中では最も生産台数が多い。歴代モデルの中でも派手ながらもまとまったデザインであることや5ナンバーで開発された最終チャンピオンマシンであることが好まれている。また、エボ法の開発後期から中谷昭彦が開発に加わることになる。RS には スーパークロストランスミッションがオプションで設定された。用意されたボディカラーは、スコーティアホワイト、スティールシルバー、パルマーレッド、ピレネーブラック、アイセルブルー。WRC グレーン A21997 年第1戦ラリー、モンテカルロから1998年第4戦、ラリーとポルトガルまでの18戦に参戦し、1997年第4戦、 ラリードポルトガル、第5戦ラリーカタルーニャ、第7戦ラリーアルゼンチン、第10戦ラリーフィンランド、1998年、第2戦スウェーディッシュラリー、第3戦サファリラリーで優勝、1997年シーズンのドライバーズチャンピオンを富茉記念がグループ N でも王座を獲得した。台湾の歌手や俳優を務めるカジュリョウが 1997年6月1日に中国産青少林墳市にて黄河の坪口幕府をエボ4 r s で飛び越える。1998年1月26日発売。形式名 GFCPQA。通称エボ v キャッチコピーは V 次元の瞬発力。この世代から当初より開発ドライバーとして中谷秋彦が関与し、 スーパー耐久で上昇だった BCNR33 型日産スカイライン GT-R に勝つべく様々なアイデアを盛り込む。エボ4以前のモデルの欠点である乾燥路におけるブレーキやタイヤ容量の不足を改善し WRC の WR カーに対抗すべく3ナンバーサイズとなる車十 1770mm のワイドボディを初めて採用。タイヤサイズの拡大。 フロント17インチ4ポットリア16インチにポット対抗のブレンボ射製キャリパーが GSR には標準、競技向けの RS にはオプションで採用された。制動力、走行性能、旋回性能などが大幅に改善され、当時国産 280PS クラスの中でも抜群の加速性能と走行安定性を見せ、競技向けの RS の薄いボディに オプションのスーパークロスミッションとブレンボブレーキ搭載車はベストモータリングがつくばサーキットで開催したタイムアタックやレースでは車格が上の大廃棄量スポーツカーの記録を上回ることも多かった。その他フロント倒立式、ストラット、アルミタンゾーロアーム、角度調整式、リアウィング、ノズル面積をアップさせたタービン、16ビットエキなどが採用された。 また、ベースとなる5代目ランサーが1997年8月にマイナーチェンジしたことに伴い、ヘッドライト、テールレンズが後期型のものに変更された。馬力は、エボ4と変わらず 280PES であるが、タービンノズル面積アップ及び、ブースト圧のアップにより、トルクがエボ4比でプラス 2kgm の 38.0kgm に向上した。本モデルは、 WRC やサーキットにおいても高成績を残した。WRC では改造範囲の狭いグループ A 規定の車両でありながら、比較的改造範囲の広い WR カー規定の車両を圧倒して、マニファクチャラーズチャンピオン、ドライバーズチャンピオン、グループ N の同年トリプル優勝という異業を成し遂げた。GSR に用意されたボデーカラーはスコーティアホワイト、 サテライトシルバー、パルマーレッド、ピレネーブラック、ダンデライオンイエロー。WRC グレーン、AA2998 年第5戦ラリー、カタルーニャから第13戦、ラリーオブ、グレートブリテンまでの9戦に参戦し、第7戦ラリーアルゼンチン、第10戦ラリーフィンランド、第11戦ラリーサンレモ、第13戦、ラリーオブ、グレートブリテンで優勝し、三菱初となる。 マニファクチャラーズタイトル、富間記念のドライバーズタイトル、さらにはグレーン N でもタイトルを獲得した。1999年1月22日発売。形式名 GFCPQ アンペア。通称 EVO6。キャッチコピーは次の頂点へ進化していく。EVOV をベースに細部の熟成によるポテンシャルアップを図るとともに、 99WRC ラリーレギュレーションへ対応するための外観変更を含めた内外観のリフレッシュを図るため開発された。空気抵抗及び冷却性能、またフロントリフトの改善を目的としてナンバープレート1を中央から左側に変更、フォグランプの小径化などによる全面開口部形状の拡大、リアウィングの二段化で空力が改善された。 全モデルのエボ V で固めにセッティングされた足回りが待ち乗りには向かないことが不評であったためフロントサスのロールセンター軸をエボ V 比で 30mm 低く設定することで多少ソフトなセッティングに変更された。しかし競技目的には向かず全日本ラリー等ではエボ V に勝つことができないというある種の対価を起こしている。 ただし競技用グレードの RS では、エボ v と同セッティングの足回りがオプションで選択可能となっていた。エンジンの馬力、トルクはエボ v と変わらないが、冷却オイル炉内蔵のクーリングチャンネル式ピストンの採用や冷却水レイアウトの変更、オイルクーラーの大型化、オイルクーラーベンチレーターやエアブローダクトの採用など、エンジンの耐久性と信頼性を向上させている。 また、RS には純正でチタンアルミ合金製タービンが採用され、タービンブレードの完成力を50%低減している。その他、この6以降は RS でも、ブレンボブレーキとのセットオプションで AYC が選択可能となった。ホイールは、OZ 車製の銀塗装12本、スポーカホイール。用意された、ボデーカラーは、スコーティアホワイト、サテライトシルバー。 ピレネーブラック、アイセルブルー、ランスブルー。WRC グレーン、a 千九百9 9 9年第1戦、モンテカルロから2001年第10戦、ニュージーランドまでの38戦に参戦し、1999年シーズンは、第1戦モンテカルロ、第2戦、スウェーディッシュラリー、第4戦ポルトガル、第9戦ニュージーランド、第12戦サンデモで優勝し、 三年連続となるドライバーズタイトルを富茉記念が獲得した。またグループ N でもタイトルを獲得した。リアウィングの二段化は WRC グレーン A 規定には適合したが WR カー規定を超えるとして FIA が指導したため下段とトランクの間にある隙間をカーボンケブラーで塞ぎ上段ウィングのみが機能するようになっている。2000年シーズンは 1> 第1戦モンテカルロで優勝し、第9戦ニュージーランドからは、フロントバンパーが、下記、TME を模したものに変更された。またこの年もグループ N でタイトルを獲得した。2000年1月8日発売。形式名、GFCPQA。通称、EVO6TME、または EVO6.5。当時の三菱の WRC ワークスドライバー。 富記念の4年連続ドライバーズチャンピオン獲得を記念して同選手の名前を冠した特別使用者。比較的高速なターマックラリーを意識して全部のバンパー形状を中谷昭彦の意見をもとに見直し CNCP 系の特徴のフォグランプ設置部の廃止により空力を改善した。足回りは従来より 10mm ダウンしたターマック使用サスペンション。 フロントストラットタワーバーを採用した。なお、RS ではターマック使用サスペンションはメーカーオプション。その他、GSR でも RS のクイックステアリングギアが採用された。イリジウムプラグやプラスチック製クーリングパネルも採用された。GSR では新型のハイレスポンスチタンアルミ合金ターボチャージャー採用により中低速トルクとレスポンスの向上が図られた。 マフラーもシックスまでのダイのテールから新縁の大口径マフラーへ変更されている。出力などの動力性能での大きな変更点はなかったが完成度は確実に上がっていた。なお、RS では新型のハイレスポンスチタンアルミ合金ターボチャージャーはメーカーオプション。インテリアは黒色と赤色の基調になりシフトノブとシフトレバーブーツ及びステアリングホイールは レッドステッチのものを採用、軽機類も赤い文字盤となり、トンミマ記念ロゴ入りの赤いレカル射製シートも採用された。ホイールは円形射製の白塗装10本、スポークホイールに変更された。用意されたボディカラーは、スコーティアホワイト、サテライトシルバー、ピレネーブラック、カナルブルー、パッションレッド。パッションレッドボディカラー車には、 WRC ワークスマシンをイメージしたスペシャルカラーリングパッケージがオプションで設定された。1997年から導入されたワールドラリーカー規定によってライバル軍が広い改造範囲で戦力を上げるにつれランサーも改良のレベルでは対抗できなくなり2001年にワールドラリーカーへ移行を決定。その特例措置でストロークを増大したリアサスペンションと 軽量フライホイールを装着したランエボロクトミ、マキネインエディション、薄板ボディ仕様、ハイレスポンスチタンアルミ合金ターボチャージャー、ツインプレートクラッチ、ターマック仕様サスペンション、17インチホイール、ブレンボキャリパー、AYC、エアラパーツレス仕様、リアワイパー、寒冷地仕様。開発ドライバーの中谷明彦によればニュルブルクリンク、北湖からすでの開発テストを行うようになったという。 2001年2月3日発売。形式名、GHCTQA。通称、エボ7ベースモデルは、前年にフルモデルチェンジしたランサーセリアになった。新開発のボディは、サスペンション取り付け部や、ボディフレーム結合部の補強や、専用リインフォースメントの追加、スポット溶接の追加、などにより、エボ6比1.5倍の曲げ剛性を実現した。 ベースモデルのランサーセデアのボディが大型化したことや、アクティブセンターディファレンシャルの新規採用による重量増があった。またランサーエボリューション7からヘッドライトに HID が採用され、以降のエボシリーズは GSR グレードに HID が標準装備されている。前後輪の作動制限を電子制御する ACD をエボセブ7で新規採用した。道路のコンディションに合わせて、 ターマック、グラベル、スノーの3モードを車内のスイッチで切り替え、センターデフをコントロール可能で、パーキングブレーキ作動時に作動制限をフリーにする機能も採用された。この機能により、ラリーやジムカーナなどの競技での急旋回が容易になり、前モデルにも増して旋回性能を高めた。ギア比もエボ6比で、1足がローギアード化され、5足はハイギアード化された。 車両本体価格は GSR で299万円とエボシックスよりも安価になった。CP 型まではランサー GSR、RS エボリューションというランサー GSR または RS のエボリューションモデルという表記だったものがこのセブンモデル以降はランサーエボリューション GSR、RS とランサーエボリューションで一つの社名であるという表記に変更された。 このモデルより、三菱は WRC での活動を、グループ A から CS2A ランサーセディアをベースとした、ワールドラリーカー規定に移行したが、これは、ランサーエボリューションとランサーセディアで全長などの違いから、ランサーエボリューションは、ランサーエボリューションという単一車種であり、ランサーセディアのバリエーション車種ではないとされてしまい、販売台数の不足から、 WR カー規定のホモロゲーションが取得できなかったためである。そのため、セブン以降のランエボは、グループ N 及び、全日本ラリーやスーパー耐久などの国内レース向けのモデルに特化していくことになる。エボ V 以降開発ドライバーを歴任した中谷昭彦が、ベストカーに書いたコラムや、レブスピードの自伝によると当初三菱、ランサーセデアのボディサイズと e 三0系三菱、 ギャラン VR-4 とサイズがほぼ同一であることからランサーマイナスエボリューション6と見巻き年エディションで最後になることや販売するかどうか決めかねていたことが伝えられていたというランサーエボリューション 7GTA ランエボ初の AT 採用モデルとして追加販売されたインベックス2と呼ばれるスポーツモード付き5速 AT 採用によりスポーツセダン需要の取り込みを図った オートマチックトランスミッションの特性を考慮し、エンジン出力を 272PS に落として、ピークパワーよりも、中、低回転域のトルクを重視したセッティングを採用した。また、競技車両としてのホモロゲーションを取得していなかった、ためにアンチラグシステムは、不要として、PCCS 用バイピングは省かれている。内装は、 ランエボ発の本川 8way パワーシートをオプションで用意しスポーツ性一辺倒であった性格を転換させたほか、ランエボでは恒例だった桃製ステアリングを変速ボタンを組み合わせた自社製に変更。また、ランサーセリアワゴンスポーツエディション2と同様のメタリックブルーのパネルを採用。外観はシティユースを重視した仕様とし、リアウィングを 専用設計の小型のものを標準で装備した。フロント周りはバンパー左側に ATO、オイルクーラーの通風口が設けられたためナンバープレート取り付け位置をバンパー中央部へ変更。その他、武骨なイメージの転換を目的としてボンネット上のエアアウトレットエアインテークも配している。2003年に1月31日発売。形式名。 GHCTQA。通称、エボエート。ダイムラークライスラーより移籍したデザイナー、オリビエブ・ブーレーが、三菱車共通のアイデンティティとして提唱した、藤山型のグリルが採用された。コンサバティブな長方形グリルから先日の、藤山型グリルへの変更は発売当時は、不評を買い、ラジエーターの冷却性低下や、空気抵抗の増大を招いた。 もっとも、メカニズムにおいては、先代のエボセブンにより、着実に進化を果たしており、特にトランスミッションは6速 MT 化されている。また、ガソリンタンクの容量が、エボセブンは48リットルだったが、エイトでは、GSR が55リットル、RS が50リットルと拡張されている。基本的にグレードは、GSR と RS の2種類である。両者では、 ヘッドライト点灯時のテールランプ点灯パターンに違いがある。ヘッドライト点灯時、GSR はテールランプが4個とも点灯するが、RS は奥の2個のみが点灯し、ブレーキを踏んだ時のみ4個すべてが点灯する。AYC の内部構造を見直し、制御トルク量を増加させたスーパー AYC を採用。リアウィングが量産世代世界初のカーボン製になった。 またこのモデルから日本国外への輸出が正式に開始された。スーパー AYC の性能と評価は高く、操縦性でライバルのインプレッサを超えたとさえ言われた。ただし、輸出モデルには ACD および AYC は搭載されていない。また、年々増加している盗難対策に本モデルからはイモビライザーが全グレード標準装備となった。 2004年2月13日発売。形式名、GHCTQA。通称、エボ o 8 m r または、エボ8 5ギャラン GTO から続く三菱レーシングを意味する、MR のネーミングを冠した、ボエイ8の熟成型モデル。ビルシュタイン車製ダンパーを採用し、ドア内部のサイドインパクトバーを、アルミ化、量産車で初となる、アルミルーフの採用により、 1> 約1 0ラムの軽量化を達成した。また、オプションとして、ルーフ上に取り付ける、ボルテックスジェネレーターが用意された。アルミホイールは、エボ8の円形車製の17インチ6本スポークに、加え、BBS 車製の17インチ単造軽量アルミホイールが、メーカーオプションとなった。外見上のエボ8との相違点は、ヘッドライトとリアコンビランプが、ブラックアウト、 ウィング翼端板のガンメタリック塗装、アルミルーフ採用に伴うルーフパネル端部のプレスリブに止まる。また、このモデルではタービンがエボ V 及びエボ6と同じ大容量タービンが採用され、カムプロフィールもトに比べ高回転向きに変更されている。またこのモデルの RS グレードは CTK 中で最も軽量である。2005年3月3日発売。 形式名 GHCTQA 通称エボナイン。ランエボに搭載されるエンジンとして初の連続可変バルブタイミング機構マイベックを採用。また今回からターボのコンプレッサーハウジングを変更。コンプレッサーホイールにマグネシウム合金を採用し、従来のアルミニウム合金よりもレスポンス向上を図った。その結果、 最大トルクの発生回転数が、エボエート m r の 3500rpm から 3000rpm に下がり、低回転域のトルクアップ及びトルクバンド幅の増大と高回転域でのレスポンスが向上した。ただし、マグネシウムコンプレッサー仕様は、下級圧を上昇させると、コンプレッサーブレードが割れやすいことが報告されており、2005年12月、 以降生産分については対策品が付けられている。この際、タービンの部品番号の末尾が0から1に変更されている。RS の場合、GSR 用などのアルミニウムコンプレッサー仕様に交換することにより解消が可能であるが、高額な部品であるためユーザーの負担は大きい。本モデルでは、GSR と RS の中間グレードとして、GT がラインナップに加えられた。 GT は、リアデフに 1.5A 機械式 LSD、5速、MT、リア薄板ガラス、ハロゲンヘッドライト、マグネシウム合金ターボを装備。その他のボディカラーの選択、オートエアコンキーレスエントリーなどの快適装備、ビルシュタイン車製、ダンパー、ブレンボ車製ブレーキなどの足回りなどは、GSR と同じである。車両本体価格は、GSR より抑えられており、 車重も GSR より約 20kg 軽い。その他、エボ 8MR から基本コンポーネンツは変わらないものの、戦術のエボ8で不評だったブーレー顔が廃止され、中谷明彦、木下高幸組で走らせていたテストサービスのスーパー耐久仕様のフロントバンパーに禁じしたデザインのものとなった。またリアバンパー中央部にディフューザーを装備し空力を向上させ、 リアの車高を 5mm 落とし設置性向上を図った。他にもカーボン製、リアウィングが中空化されるなど、細かな変更や改良が加えられている。2005年9月7日発売。形式名、GHCT9W。通称、エボワゴン。ランエボ発のステーションワゴンの形状として登場。エボ9をベースとし、ランサーワゴンの上半分の設計で製造され、 6速 MT 搭載の GT と5速 AT 搭載の GTA をラインナップした。GT はエボナイ9のエンジンと同じマイベックを搭載し、280PS6500rpm 40.0kgm 3000rpm の出力を発揮する。GTA はエボバイクット A と同じエンジンを搭載し、272PS 6500rpm 35.0kgm 3000rpm と GT に比べ抑えめの出力を発揮する。ナンバープレートもエボバイクット A と同じく中央に設置されている。通常のランサーワゴンとは骨格構造からして異なり、シャーシは元より外観もフロントマスクをはじめとしてリアブリスターフェンダーなどランウェーボ譲りの相違点を持つ。 なおリアルウーフスポイラーは、ランサーセディアーゴンに設定されていた、ラリーアートエディションのものを流用している。一般的にワゴン車は、同設計のセダンと比較して、ボディ剛性面で劣るとされるが、エボアゴンの場合、それを補うためのバックドア開口部への重点的な、スポット溶接等により、280PS を発揮する、エンジンパワーに負けないよう、十分な構成を持って設計されている。 そのため、リアの車重が増加することとなったが、FF ベースで開発されたランエボがもともと、フロントヘビーであったことにより、前後の重量配分が改善された。その結果、リアのトラクションの向上が見られたという。また、スーパー耐久に参戦した際、空力特性に優れるワゴンボディ形状が作用して、ストレートでの最高速が、セダンよりも伸び、 適正な重量配分によりコーナリング中の挙動にも安定性の向上が見られた。しかし、絶対的な重量はセダン比で増加しているため、ブレーキングポイントがセダンよりも手前になってしまう。コーナリング中の速度が上げられないなどの弱点を持つためセダンの過剰を崩すに至らなかった。シャーシやパワートレインはエボナインやエボ 8MR のキャリーオーバーで、 リアディファレンシャルギアもエボナイン g t と同じく AYC ではなく 1.5A 機械式 LSD が採用されている。その他、ワゴンとしての使い勝手を考慮し、リアシート収納によるシートアレンジにより、フラットで大容量なラゲッジスペースを確保できる。ユーティリティ面では、ラゲッジスペースに 12V のアクセサリーソケットを装備するなど、 走行性能に関わる装備以外も充実している。2006年8月29日発売。ランサーエボリューション9に MR の形式名は GHCTQ アンペア通称エボ9 m r またはエボ9 5ランサーエボリューションワゴン MR の形式名は g h c t q ット通称エボワゴン MR。 三菱レーシングを意味する MR のネーミングを冠した、エボナイン及びエボワゴンの熟成型であり、同時に、ランエボとしては、4G63 型ターボエンジンを搭載する最後のモデルになっている。セダンが GSR と RS、ワゴンが GT と GTA という、それぞれ2グレードずつ、合計4グレードが発売される。エボナイン、ワゴンからのエンジン系の大きな変化はなされず、 レスポンスアップを狙ってタービン入り口の昇景化がされた。また、シートの縫い目を赤ステッチへ変更。内装パネルのピアノブラックか、フロントヘッドライト内部のブラックメッキか、ヘッドライトのオートレベライザーの追加により、ミラースイッチの移動。フロントエアダム下部の形状変更、揚力の低減と気流の制御により、さらなる空力特性の向上を図っている。アイバッハ社製。 コイルスプリングが GSR では標準、RS ではセットオプションで設定される。このスプリングを装着することでフロントでマイナス 10mm、リアでマイナス 5mm 車高が変更され、より低重心化を図っている。最高出力とトルク、また発生回転数などはエボラインから変化しないがマイベックターボのセッティングや制御の最適化。 ファインチューニングがなされ、さらにレスポンスを向上させている。ACD スーパー AYC のセッティングも変更され、旋回性を向上させている。ナインのエボアゴンに存在したサンルーフのメーカーオプション設定はなくなった。正式発表前より、4グレード総計で1500台限定の希少性、として希少性を重視した予約販売が行われたが、 人気車種であるため例に漏れず、追加生産が行われた。追加生産分のバックオーダーを含めると、総生産台数としては2500台程度と噂される。ターボチャージャーはコンプレッサーホイール入り口系を縮小することで、レスポンス重視のセッティングになり、材質は標準装備品がシタンアルミ合金製タービンホイールとアルミ合金製コンプレッサーホイールに変更された。 標準装備品はハウジングを再設計することで小型化が図られている。マグネシウム合金製コンプレッサーホイールについては、標準装備品と同様、コンプレッサーホイール入り口径が縮小されているが、エボナインと同様の寸法で、コンプレッサーホイールの肉厚をナインの対策品よりさらに増し、マグネシウム合金の材質を変更した。これにより、当初の検案事項であった。 コンプレッサーブレード破損のリスクを低減した。メーカーオプションのマグネシウム合金コンプレッサーは、エボナインの初期型で不良が多発したことで敬遠され、エボナイン MR では予約分の時点で標準のアルミ合金が欠品した。そのため、メーカーオプションのマグネシウム合金コンプレッサー仕様なら、即納、標準仕様なら3ヶ月待ちという奇妙な事態となった。前日の通り、 エボナイン MR のマグネシウム合金は、エボナインのそれとは別物である。ランサーエボリューションミフランサーエボリューションミフは、エボナインをベースに改造が施され、4輪すべてに、インホイールモーターを搭載する試作電気自動車。ミフとは、三菱イン、ホイールモーターエレクトリックビヒクルのこと。四輪べてにモーターを搭載する四輪駆動車で、エンジンやトランスミッションを搭載しないため、 ボンネット中には何も搭載されていない。電池には GSU 朝コーポレーションのリチウムイオン二次電池を使用し、モーターは東洋電気製造と三菱自動車の共同開発したもの。このモーターはアウターローター方式を採用しており、通常のモーターとは違ってドーナツ型をしている。電池の発生する直流をインバーターで交流にして電源にする。内装は 一般的なオートマチックトランスミッション車とほぼ変わりはない。シフトレバーもエボセブ7 g t a と同様のものが採用されている。リアウィングはランサー w r c レゴ仕様と同形上のものを採用。2005年の発表以来ナンバープレートを取得して行動での走行を含め実用化に向けて実験中である。しかし、インホイールモーターの軽量化が難しく、 開発は難航している。性能2007年4月26日に発表され、同年10月1日発売。形式名、CBA-CZ4A、通称、エボ x キャッチコピーは、その進化は、一瞬で時代を抜き去る。価格は2997,750円から375万600円。2007年度の目標販売台数は4,000台と、 発表されている。エボシリーズはそれまで期間や台数を限定した生産が行われてきたが、本モデルでは初めてカタログモデルとなった。2005年の東京モーターショーでベース車となるランサーのプロトタイプ、コンセプト X 及びコンセプトスポーツバッグが発表された。その後、2007年3月のデトロイトモーターショーで市販モデルの発表と、 次期ランサーエボリューションのプロトタイプとなる、コンセプトカー、プロトタイプ X が展示された。ギャランフォルティスとボディモノコックを共有する。サスペンションがメンバーから違うものになっており、前輪が 15mm 前に出たが、バンパーで前後オーバーハングを切り詰めて、全長を 75mm 短くしている。また前後もアルミルーフの採用とロールセンターの、 低下により 10mm 低くし、リアとフロントのフェンダー、トレッドを拡大して、走行安定性を高めた。ボディフレームには、ギャランフォルティス同様、最高で980ンパ9音波級の高張力鋼を使用している。トランスミッションには、オーソドックスな5速 MT のほか、前モデルで採用されていた6速 MT に代わり、新開発の6速、DCT、 ツインクラッチ SST を新たに設定。クラッチペダルを持たないにペダル MT 方式のため、法律上は AT 車扱いとなり、オートマチック限定免許でも運転が可能となっている。ランエボシリーズでは、エボ 7GTA に次ぐ2例目の AT 車である。エンジンはこれまでの 4G63 型ではなく、ワールドエンジンである、オールアルミブロックの4バイト11型を搭載している。 重量が軽量化されたことに加え、要モーメントの低減に大きく寄与している。マイベックとの組み合わせによりトルクは 422nm となった。なお、自動車馬力規制が解除された後も、無駄な出力競争を避けるためとして、最高出力は 206kW に止められたが、2008年10月に行われた1回目のマイナーチェンジで 300PS に高められた。 4WD システムは新開発の車両運動統合制御システム SAWC が搭載される。エクステリアではジェット戦闘機をモチーフにデザインされた大きく開いたフロントグリル、ジェットファイターグリルが特徴的である。モデルは街乗りに主眼を置いた GSR と競技ベース車となる RS の2モデル。GSR は6速 SST と5速 MT。 RS は5速 MT のみがラインナップされる。競技ベース車の RS は GSR に標準装備されている助手席、エアバッグやフルオートエアコンが省略され、ヘッドライトも GSR のディスチャージヘッドランプに対して安価なハロゲンランプになっているなど価格と重量を抑えている。2015年4月10日、三菱自動車は ランサーエボリューション X の特別使用車、ランサーエボリューションファイナルエディションを8月に発売することを発表し、先行予約の受付を開始した。本モデルは仙台の限定販売で、販売台数に達した時点で予約の受付を終了。また、ファイナルエディションの発売をもって、日本国内でのランサーエボリューション X の生産、販売を終了することも発表された。 これは同時に、日本国内市場において、乗用車及び自社生産車種のラインナップから、ランサーの名前が消滅するだけでなく、日本国内での自社開発による、セダン市場から完全撤退することも意味している。走りに生きた、という誇り、の、キャッチコピーが示す通り、これが、ランサーエボリューションシリーズはもとより、ランサーシリーズの集大成となる。 GSR の 5MT 車をベースに、外観は、フロントグリルモールをダーククロームメッキに、バンパーセンターとボンネットフードやアウトレットを、グロスブラック塗装に、BBS 車製18インチ単造軽量アルミホイールをダーク調塗装に変更。ボディカラーは5色を設定するとともに、メーカーオプションとして、ルーフ部をブラック塗装とした2トーンカラーも設定している。内装は、 基調色をブラックで統一し、ラッカロ射精、レザーコンビネーションシート、ステアリングホイール、シフトノブ、パーキングレバー、フロアコンソールリッドにレッドステッチを施した。エンジンにはナトリウム風入液ゾーストバルブを追加することで最高出力を向上させたほか、ベースグレードではメーカーオプション設定となっているハイパフォーマンスパッケージを標準装備した。その他、 リアットランクにフィナールエディションのエンブレムをフロアコンソールにはシリアルナンバープレートをそれぞれ装着しマルチインフォメーションディスプレイのオープニング画面にはフィナールエディションを表示する専用仕様を施した。ラリージャパン2006にて1992年にデビューしたランサーエボリューションはランサー GSR および RS のバリエーションであり、正式には GSR 及び RS エボリューションだった。これは当時の WRC ホモロゲーションに合致するグループ A のラリーカーを作成するために必要な措置で、この状況は EVO6TME まで続いたが、エボセブ7からは独立した車種のランサーエボリューションとして発売され、そのグレードとして GSRRS よび GT が設定された。 WR カーに移行した当初の2001年から2002年まではランサーエボリューション WRC を名乗ったがホモロゲーションの制約などから通常のランサーのホワイトボディから車両は作成された2012年をもって PWRC が消滅した現在も規則上 WRC と WRC にで出走可能で多数のプライベーターがスポット参戦している しかし WR カーやグループ R5 には戦闘力で全くかなわないため2016年以降フル参戦で使用する競技者はいなくなった。グループ N やグループ N の改造範囲を緩和したグループ R4 使用のランサーは現在も A クや ARC 全日本ラリー選手権などの地域ラリーでメイン車両として活躍している。WRC での活躍などで 日本国外でも高い人気を得ている。そのため、エボエイト以降は正規に輸出が行われている。ありがとうございます。